存在した村である江戸時代から明治時代にかけて移り住んだ和人によって農村が開かれ1955年に札幌市に合併された現在の札幌市東区が1902年当時の札幌村の区域にほぼ一致する本流寺にある札幌村創建100年比札幌村近辺は石狩川の左岸川の低地であり 現在は消失した小川も含めかつては多数の支流が流れていた。川には酒が素行するため、江戸の良い漁場であった。もともと、この付近を流れる伏せ子川上流付近には、正さ藩によって、地行地の一つ、内包場所が開かれ、江戸の人々との交易が行われていた。江戸時代初期、石狩平野には、 いわゆる和人はほとんど居住していなかったようである。しかし近藤十三をはじめ当時の北方政策の立案者、提唱者たちの多くは、知性を理由に、石狩平野に、江戸地の中心を置くべきだと考えていた。幕末になると、安政年間には、本隆寺が建立される。その後幕府のお手作上、すなわち幕府直への農場を設けることになり、慶応2年4月に、 大友亀太郎が十二人を伴い、不子川のほとりに役宅を建村を開いた。大友らは森林を切り開き、道路を作り、交通と養水のための大友堀を引き、後続の移民を受け入れて、個数を増やした。また、慶応年間には、本隆寺境内に、妙見堂も混流されている。当面の食料を給付する約束での移住であったが、直後に、 幕末維新の体制変革にあたって、給付が途絶え、村民からは離散者が出た。後に、北海道11国86軍が制定され、村は石狩国札幌軍に属した。明治3年に、開拓市が札幌日本庁を築くにあたり、宇前国、越後国から300人が移民募集に応じて同行した。この内ち子は崎県からの移民22個。 96人が札幌村の近くに居住した。以後これを札幌新村とし、元の札幌村を札幌元村とした。新村ができた時、札幌には元の移民の家が23個、アイヌが3個あった。同年、開拓事業を開拓市に引き継いだ大友は村からサリ故郷へ帰省した。翌明治四年に二つの村は合併して札幌村となった。 この頃周辺にも多くの村落が作られ、開拓市が札幌村の資金に本庁を移し、村の周辺の開発も進んだ。開拓市は、膝元の農村の充実のため、馬を貸し与えたり、産物を買い上げたりして援助した。札幌村と周辺の村々は、畑作地として発展していった。また、元村街道も開拓され、交通の便を図った。 明治35年に北海道に町村制が施行されると札幌村、元来村、苗木村、岡玉村を合わせて札幌村とした。札幌村は札幌区に隣接していたものの終始農業を主産業とする農村であった。札幌村では明治14年から玉ねぎの生産が始まった。発や乾燥機を用いた品質向上に支えられ、 同外産と出荷時期がずれることもあって有利な商品となった。札幌村の玉ねぎは札幌機という名で有名となり、大正、昭和にかけて塩爆の栽培を抜いて村の主作物になった。北海道の農業の例に漏れず、畜力として馬が活用され、その他の家畜も多かった。札幌村に特徴的なのは、 販売用に牧草を生産したことで、その生産量は全国一となった。札幌村郷土記念館札幌市街の拡大に伴い、以下のように村域の一部が札幌区や札幌市に編入された。1977年4月、大友の役宅、旧村役場の位置に札幌村郷土記念館が開設された。ありがとうございます。